式膜はなんとなくその無限の世界、五色膜の奥は無限の世界なんだなというのを想像していただくといいかなと思います。あ、こんな綺麗な衣がここにある、これを家の宝として持って帰ってしまおうと言ってこっちに行くわけですね。するとですね、いや疑いは人間にあり、天に偽りなきものを、いや天には疑いはないんです。人間だけがそういうふうに嘘だったりとかそういうことをしているだけで、私はそんな逃げたりしませんというふうに一言言って、閣僚はあっとなって、皆様にはちょっと歌っていただこうかなと思いましてせーの、あずま
上出てくる言葉がですね、もうのーとか、のーとか言うんですよね。まあ、今の言葉で、もしもしっていうか、もう申しますみたいなニュアンスですね。のーを、その、衣を持っていこうとするかという話かけてるんです。これが、実際に使う羽衣なんですけれども、まあ、その結構華やかですね。なんかちょっと可愛らしいのを使わせてもらったりしました。なんとなくそうですね。これが羽衣だと思ってください。まあ、天女その、まあ、天女はやっぱり羽衣がない羽衣があって天女というか、月に帰るためにはこの羽衣が必要になるわけですね。なのでその伯了が勝手に持っていこうとするので、いやちょっと待ってください、その羽衣は私ので、普通の着る、あなたと違う人間が着るような衣じゃないんです。これはもうさっき色星の時は梅の花でしたよね。で、天女の方は大体あの空から花が降ってくるので、これ桜っていきます。天女の方はね、桜なんですね。吉野天女なんていう吉野山の桜のお話もあるんですが、やっぱり天女って桜です。そうですね。ちょっと正直な話してしまうと、この形なんだか分かります？これ扇のこれと同じ形なんです。これ扇面といって、あの扇にあの面、扇の面ですね。扇の面とかですね、なんか白地頂点扇面に左桜ですかね。はい、天女ってなんとなく白い衣を着てるというイメージがなんとなくありませんか？私だけ、あ、天女は月に住んでるんですけれども、その月には天女が30人そう、1人じゃないんですよ、30人いて、しかも白いデルと黒いデルと言います。あの月は満ち欠け、あのその満月になったり新月になったり三日月になったりいろいろするしますよね。そのそういう風に変わるのは、あの羽衣の着た、白い羽衣を着た天女と黒い羽衣を着た天女が、こうなんか月給でというところがあって、月には月の宮に殿の月給でというところがあって、そこで、まあ、15人ずつ交代で舞を舞うらしいですね。なので白い天女が15人その月給でというところで舞うと満月になるんです。で逆にその黒い天女が、15人その月給で舞うと新月になるわけですね。満月の日に羽衣天女が登場して、で、まあ、そのやり取りがあるわけですけども、その天女は、満月なので、白い羽衣を着た天女は実は全員月にいるんですね。なのであの地球にいる私は天女は黒い天女なんです。なので実はこの白い羽衣を着るのはちょっとおかしいんですけれども、その羽衣と天女が返してほしいけど、こんな綺麗な子を手放したくないという羽衣がいるわけですね。でも天女はやっぱり羽衣がないと月に帰れないですし、もうどうにかして返してくれないかと。でもやっぱり羽衣を返してくれない。すごいひどい人ですよね全然返してくれないので、もうこう泣いてしまうんですね。でその時にそのあの、まあ、手には歌うんですね。ちょっと歌ってますけれども、あんまのおろyou
そして、悲しんでいるところですね、白龍が、あまりにもかわいそうだから羽衣を返してあげます。でもその代わり、天女の眉をしてくれたら返しましょう。また条件つけて以上ですかね。で、まあ天女は綺麗な心を持っておりますので、わかりました、天女の眉を見せますけれども、羽衣がなければ天女の前を見せることはできません。当たり前ですよね。で、白龍はそれでも、いや、そんな先に羽衣を返してしまったら帰ってしまうでしょうと、月に回らずに帰ってしまうでしょうっていう、本当にずる賢いというか思いますけれども、まあその時にですね、ここ有名な言葉があります。ご存知の方もたくさんいるかと思いますけれども、いや疑いは人間にあり、天に偽りなきものを、いや天には疑いはないんです。人間だけがそういうふうに嘘だったりとか、そういうことをしているだけで、私はそんな逃げたりしませんというふうに一言言って、閣僚はあっとなって、私はちょっと間違っていたな、心が鈍っていたなと思って、天女に羽を返します。あとはその、この羽衣を天女がまとって、天女の舞のシーンに移ります。最後のシーンは、お客さんに向かってですね、こういう方がこういうことです。あとでちょっと実演をさせていただくんですけれども、こう招き扇といいまして、こういう方をして、僕のにこれを施したもという方があるんですけれども、この方は天女が人間界に住む地球の人間の皆様に、いろんな宝をたくさん暮らしているというシーンです。なんとなくわかりますかね、この扇からですね、宝がこぼれ落ちるんですね。なんとなくこう下向いてると、あなたちょっと覚えてるなという感じが伝わってくると思いますけれども、そういうふうに天女がですね、白龍に意地悪されたにもかかわらず、たくさんの宝を施して、そして天女は、手に入れたので帰ってきました。大体今ストーリーこんな感じなんですけれども、天女はどんな姿か、今ちょっと装束出して、これが、そうですね、天女がですね、この上の方に、最初の方に上に着ている着付けなんですけれども、そうですね、洋服でいうとワイシャツのようなね、これはですね、模様は取り出す機、これも白い薄い模様ですけれども、後ろの方に取り出す機という模様が入っていて、ちょっといろんな模様が入ってるんですよね。なので確か四季の花って書いてあるんですけれども、鉢花であったりとか、ここに花火四季香という模様も入ってますし、ちょっとあんまりないような感じですかね。この
ぬき子ってあの八角形のものは亀の甲羅で亀甲ですよね、やっぱり八角形って昔は四方八方がねやっぱり縁起がいいわけですよね。この八角形とこの四角形の、まあ、八角形を四角形でつないでますね。これ食香文様って言ったの少し前 の、 あのお召し列車の中の内装なんかにこういうものが使われるぐらい、そういうぐらい。だからあのたまに陛下の会見の時とかにね、あ椅子の模様はどんなものかなって結構能装束ってそういうめでたいものと、一緒のものを宮中に使っている。で、お長鳥はお長鳥は鳳凰って言いまして、今では結構羽衣では鳳凰っていうのは世の中が収まってる時に出てくるものなんですね。ですからおみこしにも鳳凰が出てますよね。世の中が収まるということはやっぱり日本で天変地異が多いですよね。火山とか地震、津波とか多いですけど、まあまあ、世の中が収まっているかどうかじゃなくて、そういったものを使うことで逆に収まっている世の中を引き寄せる、逆説的な考えですね。収まっている世の中にしか現れないものを使うことで世の中が平和で祈る、そういったことでこういうものを使う。この条件を上から返してもらったときに返してもらって、その後にこうするわけですね。でこれ すごい袖が長いんです。普通にしたら切れないんですね。だからあの僕たちは必ず手のところはこうやって糸で留めたりして掴めるようにして、はい、でこういう姿で、長剣があと面白いのはこの長剣っていう装束とあとその色のバリエーションもこれ露っていうこれ付け替えができます。だからこの露の色を変えるだけでイメージが変わってます。そうですね、つゆ、まあ、袖をこう、ね、泣くときはこう泣きますけれども、だいたいその袖と涙をこう、涙のことをつゆと表現したりとかするんですね。涙のつゆっていうわけですね。これもつゆなので、その涙の象徴みたいなのもありますね、これは。こんな感じになるんですけれども、まあ、その長剣はですね、袖が長いので、俺ちょっと返したりとか、あったりとか、いろんなことができるので、こう、したりとか、これは本番見ていただくとして、これすごいいい袖で、なかなか使わせてもらえるんですけど、あの実は望月の連れを去年、して、初表で使った表なんですけれども、これ当てを当てないと色が、あの光が抜けちゃって綺麗に見えないですね。これを使わせていただくことにしました。あの羽衣はですね、象の尾身だったりとか、あと若女だったりとか、もう少しなんていう年のいった表を使うこともあるんですけれども、もうあの祖父にさっきあの小室さんが言ってましたけれども、まあ、祖父が君はこっちの方が似合うよって言われたので、この表になりました。結構はっきりした表情なんですけれども、遠くに来てやっぱりそのはっきりした表情が映えるというか、こう悲しかったりとか嬉しかったりとか、そういう、まあ、下向くと悲しい表情だったり、上向くと嬉しい表情だったりとか、そうしみたいな。こうしたと、よく言うよね、悲しい、どんな表情かっていうのを聞いたから、この表は、まあ、小学生にとって命みたいなもので、あのこの微妙な角度が大事なんですよね。なのでその、まあ、お客様も想像力を働かせないと、うん、微妙な表情の違いで感情を汲み取れないというか、皆様の力が必要になります。大体羽衣の私が使う、装束はこれで、装束の紹介はこれで終わりにさせていただきますけれども、皆様にはちょっと歌っていただこうかなと思いまして、おのおの決まりとして
そういうあのキーを決めないっていうのがあります。なので私が私はその当日ですね、舞台では女一人ですけれども、男の男性の自由体コーラスに合わせて女性がその歌うので、かなり音程が変わったりしますし、そういう音程が変わるのが普通のことなんですね。なので皆様気にせずに歌ってみましょう。まず東遊びの数々に、東遊びノーマルかな、東遊びの、ここまで一緒に歌ってみましょうか。できそうですか？後に続いて歌っていただくといいから、短く聞いていきますよ、多分大丈夫だと思います。はい。お楽しみいただけるように精一杯努めてまいります。よろしくお願いいたします。